マローネーアのヒッパルキア。ビラ・ファーナセナの壁画マローネーアのヒッパルキアは、キュニコス派の哲学者で、紀元前325年頃に生きた、定培のクラテスの妻。アテナイの通りで夫と同じ条件でキュニコス派的な、貧困の暮らしをしたことで有名である。その生き方は、当時の立派な女性なら、到底受け入れられない生き方だった。ヒッパルキアは、 紀元前350年頃、トラキアのマロネアで生まれた。家族ともどもは手内に移り、そこで兄弟のメトロクレスがキュニコス派の哲学者、定売のクラテスの弟子になった。ヒッパルキアは、クラテスに恋し、思いを募らせ、両親にもし、クラテスと結婚を反対するのなら、自殺すると言った。両親は、クラテスに娘を思いとどまらせてくれるよう頼んだ。クラテスは、 ヒッパルキアの前に立ち、服を脱いでこう言った。花婿はここで、財産はこれだけだ。ヒッパルキアはそれでも十分幸せで、クラテスが着ているものと同じ服を着てキュニコス派の生き方を受け入れ、どこへでもクラテスに連れ添って現れた。クラテスは二人の結婚を、シノガミリと呼んだ。夫婦は、アテナイのストアポイキレの中に住み、アプレウスなど後の著作家たちは、 彼らが白昼堂々公然とセックスする公職本を書いた。これはキュニコス派の恥知らずさに一致しているが、それはともかく、ヒッパルキアが男の服を着て夫と同じ条件で生きることを選んだという事実だけで十分当てない社会には衝撃的なことだった。ヒッパルキアは少なくとも二人の子供を設けた。娘とパシクレスという名前の息子である。 ヒッパルキアが、いつどのように死んだかは分かっていない。ヒッパルキアの墓に刻むために書かれたのかもしれない、シドンのアンティパトロス作と言われるエピグラムが残っている。私、ヒッパルキアは、豊かな衣をまとった女性の仕事ではなく、キュニコス派の男性的な人生を選んだ。ブローチで留めたチュニック、靴、方向を漂わすヘッドスカーフは私を喜ばせない。でも、 ズダフクロと共に粗悪な着物を着て硬い地面を寝床とする仲間たちが一緒。私の名前はアタランテより偉大だろう。山を走るより知恵の方が良いことだから。数打辞典には引っ張るキアがいくつかの哲学論文と無心論者のテオドロスに当てたいくつかの手紙を書いたと伝えている。しかし何も幻想にしていない。 テオドロスと会ったという記録は残っている。彼女は、クラテスの主演にやってきて、以下のような奇弁を持ち出して、無心論者のテオドロスを試した。もしテオドロスがしたことで、彼が悪いことをしたと言われないのなら、ヒッパルキアがそれをしても、悪いことをしたと言われることはない。自分をぶったテオドロスは悪いことをしていない。ヒッパルキアがテオドロスをぶっても、悪いことはしていない。彼は、 返事せずに、彼女の衣服を引っ張り上げた。引っ張るキアはそのことで不快に思ったり、恥ずかしがったりしなかったと言われる。さらに、テオドロスは、引っ張るキアにこう言った。食器の火を置き忘れた女性は誰ですか引っ張るキアはこう答えた。テオドロス、私がその人です。でも、もし私が食器で費やすべきだった時間を哲学に捧げたとしても、あなたには、 私が間違った選択をしたとは見えないでしょうそうした、逸話以外には、ヒッパルキアの哲学については何も知られていないが、夫のクラテスと似ていたに違いない。そのクラテスは、キティオンのゼノンの死であったことが知られている。ゼノンがストア派を発展させる中で、ヒッパルキアの影響を受けたとは言えないが、ゼノン自身の愛と、セックスについての求心的な見解はもしかしたら、 クラテスとヒッパルキアの関係が元になっているのかもしれない。ヒッパルキアの名声は疑いなく哲学を実践し夫と同じ条件で人生を送った女性という事実によるものであろう。どちらも古代のギリシアローマでは珍しいことだった。キュニコス派の生き方を選んだ女性は他にもいたがヒッパルキアの名のみが残っている。ヒッパルキアはディオゲネス・ラエルティオスの ギリシア哲学者列伝に取り上げられた唯一の女性哲学者であり、後の作家たちも魅了させ続けた。例えば一世紀に書かれた一連のシニックイピスルズの中のいくつかは、クラテスからヒッパルキアにアドバイスが与えられたと主張している。私たちの哲学がキュニコス派と呼ばれるのは、私たちが何事にも冷淡だからではなく、 私たちが余ったるい世間一般の意見は、我慢できないものとわかっているんで、積極的に他のものに耐えているからなのだ。それが、名前の由来であり、前者の者たちは自分たちをキュニコス派とは呼ばない。だから、キュニコス派のままでいなさい。そして、それを続けなさい。君たちの方が本来我々より悪くはないし、また、お犬より、メス犬が悪くないのだから。すべては、 法のせいか、悪徳のせいか、奴隷として生きているが、君は自然から解放されないといけない。ありがとうございます。